こんにちは、ようこです。学生だった45年前の野外授業で書いた続編です。先週紹介した宝鬼大山錦州と同じ場所、鍵掛け峠から書いた2枚目です。1枚目も荒いタッチですが、この2枚目の方がより大胆な表現になっています。山を地面から漏れ上がっているように描くことを試行錯誤していた頃で、小林和作や佐伯雄三のタッチに影響された跡も見られます。先生たちと同じようにイーゼルを立て、吹きさらしの峠道で描きましたが、夕方から日雨が降り出し撤収しました。屋外制作することが多い先生からは、雪景色を描くとき足元に段ボールを敷き足踏みしながら寒さをしのぐという話も伺いました。当時高齢に思えた先生方の年をすでに自分が超えたことに気づき、過ぎた時の長さを知ります。当時から大山は崩落が激しく標高も下げ続けていましたが、この山を愛する多くの人たちの手で登山道の整備が進み、天然記念物のキャラボクの群落を保護する木道が整備されました。3年前サントリーの天然水のコマーシャルで、宇多田ヒカルが奥大山の自然に抱かれる映像が流れました。撮影スタッフも大変だったと思いますが、都会育ちの彼女が大山の中でも特に急なカラスガ線に登った映像に釘付けになった人も多いでしょう。星すげーとつぶやいてしまう夜空も鳥取の魅力です。大山が火を吹いていた頃の名残を求め、次はディスカバー鳥取県を目指します。学生時代からの絵を初めて振り返り、断捨離と就活を実行中です。4月に始めた週1回の短い動画公開もようやく目標100本の3分の1までたどり着きました。ほの神の竹宝鬼大山はいかがでしたか？楽しんでいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。